はい、チャースの組み立て方は11手順があります。それから最初から最後まで組み立て方を見ましょう。最初はボールのスクの形を彼女は準備しました。それから2番目の作り方を始まります。2番目はポケットをつけます。出来上がりました。ポケットの部分が出来上がりました。はい、次は肩の部分を作ります。どうぞ見てください。それは出来上がりました。なん、一段ึงครับ後ろの方はい、次はこの部分を作ります。はい、どうぞ見てください。それは出来上がりました。ทางฝั่งข้างในด้านข้างหลังได้ไหมครับはい、次はチャースと襟を縫い合わせます。どうぞ見てください。เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนให้เขาเห็นเลย
ไว้นะครับให้เด็กยังริมาสตาแล้วค่อยไล่ลงมาดูเลยครับพี่บอลเขาบอกว่าตรงนี้ส่วนนี้ยากมากแล้วหลังด้วยจะตกดูเพราะว่าไม่ได้ระวังเท่าไหร่แต่โอเคครับハイスキはこの部分とチャースの縫い合わせ方の方法を見ましょう。はい、どうぞ見てください。あれですか？出来上がりました。何？けいか。次は外の方のやり方を見ましょう。はい、どうぞ見てください。これです。出来上がりました。それは中の方です。はい、次はこのところの切れ方を見ましょう。はい、どうぞ見てください。Thank you.